よろしくな。遅い遅い。え、何声かわいいんやけど、そんな見た目やのに。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めっちゃ後ろ向いとったけどめちゃくちゃ後ろ向いとったけど、まあやっていきたいと思います。んで派遣に出しとったんやっけ。派遣だな、派遣するか。あ、違う、派遣から帰ってきて、そっからはまだ出してなかったんか。いい、一応もう一回行くか。はい、出発だはい、派遣に出発。どんな用だ。んであとは一応次がね、段のランクを4に上げんといかんのやけど、今まだ多分ランク2とかやない。待って、どこで見る、どこで見るんや、わからん。この2っていうのは別に関係ないんかな、まあ、とりあえず行きますか。次、前回とまた違ったとこ行きたいね。探しに行くぶ。ぴったり度が高い島ほどお宝が見つかりやすい。一応セナック火山島かクフィ砂漠島。砂漠多分前行ったと思うけん、じゃあこのセナック火山島、火山島、まあ、ここに行こうか。はい、出発します。でも火山ってね、だいぶなんか終盤とかで出てきそうな感じやけど、まあ、中盤ぐらいでも出てくるか。こんな初期からありそうな感じではないけど、ねえねえ、まあなんかね、草原でもめっちゃ強い敵とかおったけん、どこがどうってもうわからんわねえねえ、君がファスカル島のターミナル駅を直してくれたんでしょ。君のおかげでこの熱き大地の駅にもまた列車が来れるようになったんだ。僕の名前はウラジン。なんかわいいね。この駅の車掌をしてたんだよ。みんな見た目は一緒なんやけどあの声がかわいいね。トマソン君から駅を復旧してくれる親切な人がいるって聞いてやってきたんだ。僕たちが辞めた後もトマソン君はカンパニーにずっといたみたいだね。僕たち車掌のリーダーだったんだ。久々に会ったけど変わってなかったな。君たちに老けるとかそういう概念はあるの、そもそも話は変わるけど、君ならきっと他の駅も直すことができるよね。今のところ一箇所だけ復旧したかな。お願い。ここにはあと2つ駅があるんだ。直してくれたらお礼するからお願い。やりますよ。ありがとう。君ならきっとできるよ。まあとりあえずそこを集中的にっていうよりは、旅の途中でまあ行けそうやったらぐらいの感じやけど。セナック火山島、島なんやね。には、ここの他に赤い林の駅と下級の駅があるんだけど、駅にいる駅ボットに頼めば直せるよ。全部直せたらまた来て。あとこれ、駅の復旧に必要だと思うから、持って行ってよ。駅ボットに渡してね。ブラドコーツ。あざす。直してくれた時のお礼は用意しとくから、僕のお願い、叶えてほしいな。あと、もし地上に降りたいときは、そこのエレベーターを使えば降りられるよ。了解です。どこや。とりあえずはね、いろいろとお宝があれば、宝を探して。で、まあ、なかったらとりあえずあのマークね、びっくりマークを目指して、行くと。ここも近くにさ、なんか誰かおったりするんやないん、おらんの。おいらウラジンの友達なんだ。こっそりついてきちゃった。駅ってでっかいんだな。おいらも列車に乗りたいぞ。あ、要はあれか、駅長を辞めとった間に知り合った友達ってことかそう、こういうのね、もう何でも何でも取っていかんとね。ジャンボ玉ねぎ、養分を蓄えて育った玉ねぎ、料理の作成などに必要な素材。ふんふん、いっぱいいっぱい取って、敵？あれ？敵じゃないか。なんか仮面つけとるね。どうも。し。ろくな鉱石が見つかんねえな。わしの探し方がまずいってのか？ん？なんでちっこいの？わしの邪魔をしたらただじゃおかねえぞ。はてなはてなはてなやって名前ぐらい明かしてくれていいやん。うわ、熱そうだな。てかあれよね、乗っていこっか。これじゃねえわ、こっちか。頼んだね。
行こうぜ行こうぜ。あれ行こうぜ行こうぜはいいんやけどさ、どっから行った、こっちからか。え、いい全然やったびっくりした。あ、でも一応この辺の段差ぐらいやったらいけるんかな。あ、てかそうよね、あの風船みたいなのもね、バルーンやっけ、なんか割っていかんといかんのよね。今の時間はあれか、みんな結構寝よる感じか。ドラキー、どこら辺ぐらいまでと、びっくりしためっちゃびっくりした今。お、もうお宝の場所やん、イエーイなんか一気にお宝の場所に来た、やったね、イエーイ。持って帰ろ持って帰ろ、すごいやつ。一応すげーって言ったけど、マゴニア草、特殊な環境でしか育たない不思議な草、料理の作成などに必要な素材。ふんふんふん、持っていきます。でもここあんまりなんかね、なんていうんやろう、話せるモンスターそんなにおらん感じが。え、どこだ。マークは一体どこなんだ。よっ、あの辺のゴールドオークはちょっときつそうだな。あ、降りちまったよ、おい降りちまったよ、おい。よっ、え、ベスキング、どこなんやろう。ほラキッキー、なんかさ、ちょっともうちょいまっすぐ飛んでいただきたいな、滑空やけんさ、やべえってやべえって、ちょっと一旦ここ降りよう。一番下まで行くのちょっとまずいな。まあでもよっ、ひー、ギガンテスとかいるよ。歌うな歌うな。お、こんなとこに行ける、イエーイ。3つ目か。え、なんか誰かに気づかれたような感じが。誰、わからん。なんか一応100は切ったんやけど、ちょっと壁登りはできないんすかね壁登りはさすがにできないんすかね。ちょっとこの辺から上に上がる方法ないんすか。どうやって上がればいいんだこれ。あ、まああれか、ジャンプで上がるっていうのが。ここジャンプで上がれるかな。こんな高さはさすがに無理か。あ、この辺りやったらいけるんやないん。この辺、え、ここ上がれるか。間違えためっちゃ普通に間違えた。あ、乗れた乗れた、うわー、乗れるとこねえや。え、どの辺やったらいける。あれなんよね、なんか平行な位置やったらちょっとドラキー厳しいけん、若干上の位置からじゃないとね、いけんのよね。結構上だな。これいけるかな。お、あ、いけるいける。ほかほかストーン、触ると暖かくてほっとする石、料理の作成などに必要な素材。ほかほかストーン、あれか、温泉とかで使ったやつ、あれ関係ないかな。え、まだ結構、え、まだこの裏とかそういうこと。で、またこの岩場登っていけばいいかな。他別に近くないやろ。うんうん、じゃあここ上がっていきます。よっ、
え、これいけるんかな。こっち側やったらいけるか。よろしくな。さ、炎の種、迂闊に触ると弾けてしまう木の実、玉の作成などに必要な素材。ここもこっち行けそう。はい。お、あれか。あったあった。ん？人がおる？ガネットのなんちゃらって今出とったね。人がおるよ、人が。どうも。俺はハイエンというものだ。アネモア様の命令でこの地の石碑を調査している。あ、何やった？なんとかの国、アレフの国やったっけ？全然違うかもしれん。しかし、石碑の周りにいるモンスターが俺の手に負えず調査できんのだ。とほほ。俺はハイエンという、違う、君じゃない。君じゃないんすよ。こっちは話しかけれんのか？お。人間にしか話しかけれんぽいな。なるほど。エキボット。駅を管理するエキボットというからくりのようだ。エキボットが求めるものを渡せば、駅を復旧できそうだ。あ、いけるやん、これ。炎の、いけんやんけ。え？いけん？いけんのか。いけんわ。炎の種がいる。花みたいなやつやろ？割らせて。花みたいなやつ調べて、なんか誰か宝物見つけた？あ、あの辺いっぱいありそうな感じやけど、モンスターもなんかいっぱいおるよね。メイジドラキー。あれか、ちょい。スピードを出していくか。あ、炎の種もう見つかったよ。やった。いけた、いけた。イエイ。ねえ、ゲットしたよ。え、なんか今、さらにゲットした？下ろして、下ろして。はい。これで、はい、炎の種。オッケー。結構すぐに行けたね、ここ。ブラドクォーツ。はい。でもこれ、ブラドクォーツさ、なんか一個ずつしかもらえんけど、駅二つあるんやったらさ、もう一個いる頃ない？そういう場合は、ブラドクォーツどこに取りに行けばいいんやろ。赤い林の、お、あそこに風船あるやん。赤い林の駅が復旧し、行き先として選べるようになった。あっこにあるってことは、この下から。え？どこ？え？え、どこ？ないやん。え、なんかこのあっち側か？なんかこの周辺やったよね、周り。え？どこ？え、ないですけど。え？全くないんですけど。え？え、どこ？上から見んとわからんのかな？全くないやん。え、なんか電車から見える風景になかった？風船。わからねえ。わからねえ。まあなんかまたそのうちわかるか。とりあえずこれで行こう。あっち側にな、橋があるんやけど、あの橋どこから行くんやろ？とりあえず、こっちからか？あ、こっちから渡っていけるかもしれん。よっ。びっくりした。びっくりした。いや、大丈夫、大丈夫。まだ、え？待って、箸こっちじゃないやん、こっちやん。あ、あそこに風船あるよ。あれあれあれ。待って、一旦下ろして。無理やった。よし、これでオッケー。行くぜ、行くぜ。まだね。え、待って、さっきの。あ、なるほど。数字はあっちか。びっくりマークあっちの方やね。行くぜ。危ない、危ない。強そうないっぱいおるけん危ないって。あ、こっち、行ける、行ける。ここも駅やね。よし。どうも。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。溶岩のかけ、あげんやん。
てかそういえばブラドコーツもないんやってブラドコーツもないんやって。ちょっとそれはどうしたらいいんですかね。もう一回最初のところに戻るとか。さすがにそんなゲットの仕方はない。こうやってさ、壺からアイテム出てくることはないんかな。あ、あるわ。びっくりトマト、驚くくらい甘いトマト、いいやん。私何やった、なんてやつやったんかな。なんか忘れたんやけど、一時期めっちゃハマっとるトマトがあって、それもね、甘い感じのトマトやったんよ。マジでなんていう名前か忘れたけど、なんかね、ハート型っぽい感じのトマト。ファミマでよく買いよったんやけど、あれなんかもう一個ぐらいさ、びっくりマークなかった？気のせいかな。ないやん。あれあると思っとったんやけどな。ないやん。溶岩のかけらとかやっぱこの辺とかなんかな。どうや。レッドジェム。魔力を秘めた赤い鉱石。ほうほうほう。多分そういう感じのところから取れるんじゃないかな。ちょ、渡さして。なんでなん。4ついるってこと？マジか。めっちゃいるやん。どんだけやねん。やばいやばいやばい。あ、これか。キメラの翼。メインメニューからキメラの翼を選択すると、お宝を持ったまま素早く本部に帰れる。よし。帰ります。大量に欲しいな。どうかな？もう派遣も終わったかな？ 4 つか。はい、まずはこれ。アラクレとかがつけてそうなやつ。あ、でもアラクレやった。アラクレベルト。53万。アラクレ者が肉体を誇示するがごとく上半身に巻くベルト。ふんふん。スライムピアス、そのまんまやね。6万4000。だいぶ安いな。スライムをかたどった可愛らしいイヤリング。石の牙。2万1000。硬い石を削って作られた獣用の武器。普通から高級にアップした。前のやつが普通やって、今回見つけたのが高級やったってことなんかな。上書きされたって感じ。お宝を宝物庫に送った。お宝占いに変化があるブで、多分ここのね、日課、日課クエストが報告できるように。お疲れ様でした。どうもどうも。スライムゼリーゲット。キメラの翼がもらえるようなクエストないんすかね。聖者の灰。いやー違うんすよね。違うんすよね。段ランク全然上がらんやん。ちょ待って、とりあえず派遣を見どこ。派遣、あ、帰ってきたっぽいな。我が輩に任せろ。間違えた。間違えた。違う違う。どんなような？派遣。派遣だな。戻っているぞ。ただいま。だいぶいろんなもん持って帰ってきた。成功。どんなもんだ。え、獲得できるものこんなにあるのにスライムゼリーだけやったん。どんだけなん。いいのか。はい、出発して。どんな用だ。さあ、それじゃあ新しいことがありそうですよ。加入希望者、加入させれるのおるんやないん。いろいろアイテム集まってきたし。と、とりあえずベスター決めましたか。ヒシシ、仲間だぜ。スライムベスはおらんかったんかな。おったんかな。ベスターが仲間に加わった。あ、ハンナもいけるよ。違う違う違う、ハンナ遅い遅い。え、なに、声かわいいんやけど、そんな見た目やのに。ハンナ、他に何か利用されますか。いや、大丈夫です。ダンランクっていうのはもうお宝の数のみ、見る部分はお宝の数のみですか。
ありとあらゆるものを総合しての評価じゃないんかな。